でもある。株式会社ゲームリパブリックに所属し、プレイステーションに用ゲーム、ゲンジを手掛け、ボードゲームでは、シャドウハンターズをデザインした。個人の活動としては、ゲームジャーナルにて、ウォーゲーム、信長ナガ戦本能寺への道などを発表。その後、自身が編集する、ユーロゲームを主体に紹介する、ボードゲーム雑誌、ゲームリンクを創刊した。ゲームリンクは、 A4 版の定裁で迷子ボードゲームが付録についており、第2号では池田のデザインによるファンタジーカードゲーム、キングダムを発表している。その後、2010年にウォーゲーム日本史にて、関ヶ原戦役、川中島軍記を発表した。2017年、久しぶりにゲームジャーナルに、新関ヶ原を発表して、ゲームデザイン活動を再開した。ゲームリンクは、情報。 サポートゲームを一緒に提供するという野心的なコンセプトで定期的なサポート紙が存在しないボードゲーム市場において一定の注目を集めることに成功した。また発行元のシュートザムーンの代表が池田ということで一定のファンを獲得した。池田の編集方針がいずれかのメーカーまたは販売店に偏っていない中立的なポジションで ある点も評価された。しかしながら、第4号で発行が、シュートザムーンからアークライトに変わり、第5号で付録がつかなくなり、第6号では、奥付けの編集者欄から池田の名前が消えている。ありがとうございます。